セイ理セイングのエブリデイジャパニーズポッドキャストへようこそ日常の話題を自然な日本語でお届けします日本語をもっと掘り下げて勉強したい方へ私のウェブサイトにはテーマに関する単語会話の話題振り仮名付きのトランスクリプト写真や字幕付きのビデオポッドキャストがあります 詳しいことはエリセンエングコムでそれでは始まり始まりこんにちはさゆりです今回は北海道の利尻島でのワーケーション体験についてお話ししますどうしてこの場所を選んだのかそしてどんな生活を送っていたのかについて話しますまずワーケーションという言葉を聞いたことがありますかワーケーケションっていうのは えー、ワーク、仕事ですね。と、バケーション、えー、休暇ですね。まあ、それがくっついた、えー、言葉です。で、皆さんはおそらくテレワークとかリモートワークという言葉を聞いたことがありますね。まあ、そのテレワークやリモートワークは会社以外から働くことを言いますね。で、バケーションも、まあ、そのリモートワークやテレワークなんですけど、まあ、プラス、 まあいつもと違うロケーションに行って、休暇を楽しむという意味も含まれた言葉です。仕事だけじゃなくて、その場所でまアクティビティを楽しんだり、観光したりすることをワーケーションと言います。で、私は時々ワーケーションをするんですが、今回北海道にある利尻島を選んだ理由をお話しします。この北海道にある島 えー、本当に北の方にあります。北海道の中でももっと北の方にある島です。えー、そこを選んだ理由の一つ目、えー、涼しいからです。<laughs> はい、えー。皆さんもご存知の通り、日本の夏は暑いです。えー、湿気がありますし、もうじめじめ、ベトベトしていて、私は本当に日本の夏は外に出たくないんですね。だから、あ今年の夏は涼しいところで、 仕事ができたらいいなと思っていて、えー、調べたらここにたどり着きましたで、二つ目は、えー、自然が豊かでそのワークの部分だけじゃなくてバケーションの部分も楽しめそうな島だと思ったからです、えー、この利尻島という島には日本百名山っていう日本で有名な 「百の山」という本があるんですけど、まあ、そこにも載っている利リ尻リ山もありますし海もありますしサイクルロードもあるのでハイキングやサイクリングが好きな私にぴったりな場所だなと思って、えー、選びました。えー、最後3つ目は補補助助金金があります、はい、補助金というのは、えー、自治体からお金をもらえるんですね。 自治体というのは、まあ、村とか町とか市とかそういう団体組織のことを自治体と言います、えー、から、えー、補助金が出るんです、はい、実際に、まあ、どのぐらいお得だったかというと私が泊まっていたのは、えー、2LDK2LDK っていうのは、えー、2つベッドルームがあって、えー、リビングがあってダイニングがあってキッチン。 L がリビング D がダイニング K がキッチンですねあのそういうかなり広い場所に、えー、泊まっていたんですねでそれはその補助金を使わなかったらなんと1泊3万円だったんですよはい高いですねでもこの補助金を使うとなんと1泊6,000円だったんです はい、だから安く泊まれるから少し長く滞在できるかなと思って、えー、そこにしましたまた、あ、ちょっと補助金の話をもう少し詳しくすると、まあ、この補助金っていうのは日本に住んでいいるる人なら申請でできると思いますでも全て日本語のことが多いので、あのー、日本人の友達に手伝ってもらったりもしくは日本語の勉強だと思って申請してみるのも ありだと思いますでも外国に住んでいる日本人の方は、えー、利用できないので残念ですが <laughs> では実際の生活とバランスについて話します、まあ、正直言うと、まあ、ワーケーションといっても私はほとんど仕事をしていました普段の生活と変わらない生活をしていました、えー、そうですね、えー、普段の生活って言っても多分このポッドキャストを聞いている人は私の生活がどんな生活か わからないと思うので簡単に説明すると、えー、とてもシンプルで、まあ、仕事してしてて散歩食べるぐらいいですね <laughs> はい、なので利尻とワーケーションの場所でも、まあ、仕事をして散歩して、まあ、ちょっと、ね、料理して、まあ、食べてっていう感じでした。はい でも、少し違っていたところは、行っていたところは、結構天気が変わりやすい島だったので、まあ、よく天気予報を見ていましたね。で、晴れている日にサイクリングとかハイキング、えー、登山ができるように、少し計画してまあ仕事をしました。はい。それが少し違った点かなと思います。でですね、あのー、仕事をするにあたって、このワーケーションやまあテレワーク、リモートワークで、 まあ、全てにおいて言えるんですけど大切なのはインターネットですね私が、えー、泊まっていた、えー、宿、まあ、その Airbnb のようなところですね私が泊まっていた宿のインターネットはすごく速かったのでいつも通り、えー、仕事ができましたいつも通り以上に、えー、仕事がはかどったと思います こういうワーケーションや、まあ、リモートワークテレワークをするときは、えー、事前にその行く前にインターネットの速さを確認することが大切だと思っていますはい今回もえっと行く前にの聞きましたどのぐらいの速さですかと聞いて、まあ、十分な速さだったのでやったと思って行きましたで食事に関しては、まあ、食べ物ですね食事に関してはえっと宿の前がコンビニだったんですよ でコンビニって言っても北海道限定のコンビニセイコーマート通称セコマというのがあって1日3回ぐらいいセコマに行って買い物をしましたでその、えー、他のコンビニと違っているところは野菜も売っているんですね。野菜とか調味料とか米とかそういうものも充実しているので、まあ、ちょっと小さいスーパーのようなイメージですね。 はいなのでそのよくセコマに行って、まあ、野菜とかを買ってキッチン付きの宿だったので、まあ、簡単な料理をして、えー、自炊をして過ごしました、うん、結構長い滞在になるとずっと外食するのは疲れちゃうんですねだからこういうキッチンがあることとか野菜とかそういう新鮮なものが手に入れられることは私にとってすごく、えー、大切なことですねで最後 散歩すると言いましたね私は散歩するにはもうほんと申し分ない何も文句言えないみたいなもうすごすぎてもう綺麗ですね本当に素晴らしいロケーションでしたそして窓から海も見えてもちろん波の音も聞こえてで夜は星空が満点で、えー、晴れた日の昼間は山があるんですけどその山はあの、まあ、富士山のように綺麗なこの山の形をしていますね、まあ、それが 見えて最高でしたはい <laughs> 本当にあいい時間を過ごすことができました。まあこんな話を聞くとなんかいいなとか私もやりたいなって思う人はいると思います。うん、でもねあのワーケーションの理想と現実というのがあるのでそこもお話しさせてください。まあ理想のイメージとしてはなんかよく ね、ビーチでパソコンを広げてカチャカチャしてるとかなんかハンモックでカチャカチャしてるとか <laughs> そういうイメージありますよねあでも実際はそんなことないですねこれは私の経験なんですけどなぜかというと私はなんかあんまり眩しいところが好きじゃないというか苦手で仕事をするなら絶対に室内が好きなんですね で、室内で、えー、仕事をしている方が効率がいいんですね。眩しいところでは、あのパソコンがあのそうですね。あの光と反射して文字が読めなくなったり。まあするので画面を見ることができません。<laughs> ま、もしかしたらあのまあ、サングラスかけてやる人とか。まあ違う意見の人もいるかもしれないんですけど。まあ私の？ 個人的な意見としては、普通に家で働いている環境が一番いいんですね。だから、まあ、家で働く環境と似ている環境があれば、まあ、すごくラッキーだなと思いますね。はい。だから、まあ、正直言うと、家で働いている時と、ワーケーションをしている時、私の働き方、私の仕事の環境はほとんど変わりません。まあ、変わらない方が私は好きです。 で、まあ、こういう現実ですね。現実も踏まえて、自分に合った環境をね、あの、選ぶことが大切だと思います。はい。で、最後に、日本でのワーケーションのトレンドと補助金の活用についてお話しします。コロナ禍以降、まあ、コロナ禍の後は、その、日本でも、まあ、リモートワーク、テレワークできる。 え、仕事をする人が増えてきています。それで、リモートワークを推進、まあ、進めたり、あとは、ま、許可する、まあ、リモートワークしてもいいよっていう、え、会社もあったり、まあ、そういうのもあって、個人で私みたいな、まあ、フリーランスとか自営業で働いている人以外にも、まあ、会社で勤めている人も、どんどんワーケーションできる人が増えていってるので、そういった理由でワーケーションが注目されています。特に、 今回行った、えー、利尻島もそうなんですけど、まあ、利尻島は田舎です住んでいる人人口は4,000人いますなのであまり多くない地域ですねそういったところを、まあ、過疎地、えー、人口が減っているところ少ないところを過疎地というんですけど、まあ、そういう日本の過疎地 では若い人とかテレワークできるような、えー、専門の仕事をしている人に、まあ、移住してもらいたいとか来てもらいたいという思いがあってそういった補助金を活用することでリモートワークする人は、まあ、そういう、まあ、人が少ない、えー、自然が豊かな場所でワーケーションをすることができます。 でです、ね、なんか最近見たのでは農業体験をセットにしたワーケーションだったり今回私も、えっと、農業ではなかったんですけど魚利尻島は島なので魚が取れます漁業が、えー、盛んな、えー、島なのでかまぼこっていう、まあ、フィッシュケーキですねかまぼこを作るまでのワークショップ体験ですね地元の人と関わっていろいろ教えてもらったり一緒に何かを作ったりする体験ができます。 私は魚を食べるのが好きなんですけど、今まで一匹の魚をさばいたことがなかったんですね。で生きてる魚をさばく包丁で切るのは本当に勇気がいりましたし、スーパーで売ってる切り身身になっている部分とはやっぱ違う感じがしましたね。あ、生き物を食べているんだというあの実感が湧いたのですごくいい体験になりました。 はいまあ、魚の体験だけじゃなくて、まあ、農業とかそういう体験も一緒にできたら、ね、もっとあの思い出に残る、えー、その場所がもっと好きになると思います。はい、でですね今回私が行った場所北海道の利尻町以外にも日本全国北海道から沖縄までリモートワーカーに移住しに来てほしいもしくはワーケーションしに来てほしいという自治体がたくさんあります。 私のウェブサイトには今回の体験やその他の街の情報も載せておくので、よかったらチェックしてみてください。はい、いかがでしたか皆さんはリモートワークやテレワーク、ワーケーションを経験したことがありますかもしくは、まあ、ワーケーションって思って行ってなくても、バケーション中に仕事をしなきゃいけなくなったことがありますか その時にはどうやってリラックスしたり集中力を保っていますかぜひコメントやメッセージで教えてください。私のウェブサイトにはエピソードごとに単語や会話の話題やまあ役立つ情報などを載せているのでぜひご覧ください。あと有料会員、特にシルバー会員さん以上になっていただけると、えー、ビデオポッドキャストを見ることができます。 そのビデオポッドキャストには私が話している映像だけではなくて字幕、えー、字幕にも漢字があってその上に振り仮名、そしてイラストや写真も載せているので目で耳で楽しんでいただけるコンテンツになっています。あともっと深掘りして勉強したいよって人にはトランスクリプトも活用していただけます。私のウェブサイトのトランスクリプトは振り仮名あり振り仮名なし を選べて、それをクリック一つでコピーすることができます。ですからトランスクリプトを見て、もっと内容を深く理解したり、気になった単語を調べるのもすごく簡単です。そして正しい振り仮名がついているので、それも勉強に役立つかなと思います。はい。ぜひ私のウェブサイトのペンギンさんになって、このポッドキャストをサポートしていただけると大変助かります。はい。では、今回も最後まで聴いてくれてありがとうございました。 ではまた次のエピソードでバイバーイ